侍ジャパン勝利、現在の渋谷スクランブル交差点の様子がこちら。こちらすでに貼られた画像、いつも通りの光景でした。全く盛り上がってなくて草。所詮マイナースポーツだし、野球ファンってめっちゃ礼儀正しいんやな。若者が野球なんか見るわけねえだろ。悲しいな。アホしか集まらんしな。民度良すぎて草。民度高くてええな。介護施設で早朝盛り上がりそう。坂豚の民度のクソささらすな W。ジジイしか見ないからな。空若者は興味ないからな。女。今なんか野球の大会やってるの？さすが高民度の焼き民やな。どこかの玉蹴り猿民とは団地。一方玉蹴りファンがこちら民度悪すぎやろ。これが見たいんだよ。これがスリと痴漢のイベントや。ドイツとかスペインに勝つのはありえないってナンジーも言ってたし、これアメリカに勝つレベルのことだろ。だって高齢者メインだからみんな帰るし、渋谷の若者 WBC ボクシングの大会、勝って当たり前の相手に勝っただけやからそりゃ盛り上がらんやろ。ご視聴ありがとうございました。